はい、実況キムヨシ第9弾ですね。おはようございます。今回がね、ちゃんとした9弾です。前回8弾でした。なんかね、落ちてますね。ここはですね、京都です。はい、京都にやってまいりました。ウリトチって書いてある。名前はね、なんかなんだったかな、宇治茶屋っていう場所らしいですね、名前は。上はね、もうすでにこんな状態でもうないんですけども、でここもね、また夜になるとね、真っ暗なんでね、こういうとこ危ないんですよ。こうやってね、間違ったらね、落ちちゃいますからね、ライトなしで行くと。よいしょ。もうね、ここはもう完全に川ですね。宇治川の、何やったかな、なんか忘れたけど、宇治なんちゃら川っていうとこですね。よいしょ。ちなみに上はね、この建物はもう一回、壊しちゃったらしいですね。なんか邪魔みたいで。で、下だけが、地下だけが残ってるっていう状態みたいです。うわぁ、これ大丈夫か。よいしょ。なんかね、秘密基地みたいな感じでなってますね。入ってみましょうか。お邪魔します。うわ、暗いな。床がね、抜け落ちてるんでね、ちょっと注意必要ですね。どっちから行こうか。トイレ、うわ、水浸しやな、トイレも。ちょっとトイレからね、先に、ね、入りたいと思います。特に変わったことはないようですね。あ、こんなところに。あれなのか、掃除ボックスか。掃除の部屋か。よいしょ。やっぱ地下なんでだいぶ暗いですね。あ、ここは女子トイレか。今回ね、今回から純正品ですね。GoPro の純正品、追加バッテリーと、あともう一つ注文したんですけどね。ザ・ハンドラー、ハンドラーか。ザ・ハンドラーっていうなんか、撮影棒があったんで、でも、たぶん手ぶれ対策は今回でバッチリだと思うんですよ。ちょっとね、後でもう一回編集した時に手ぶれがちゃんとできてるかどうかまでわかんないんですけど、一応ザ・ハンドラーっていう純正品を買いましたんで、はい。今までね、本体を手で持ったんでね、もうブレブレなんですよ。だから、横歪んだりとか。申し訳ないです。ゲップやましたか、下もだ。これは、あれですか、障子？これも障子かな？障子の裏に書いてあったみたいな、何か。なんでしょうね、これ。再利用的な？リサイクル的な感じですか。ここは多分ね、大広間やと思うんですよ。なんかね、宇治茶寮って言うんで、なんか、お茶とかね、抹茶とかね、食べたくなりますよね、ここまで来ると。天井はね、高くないですね、そんなに。あ、立ってるかな、ここに。よいしょ。なんかね、こっちもドアあるんですけど、まあ、こっちはええか。よいしょ。前来たことあるんですけどね、前よりひどくなってますね。まあ、その時夜やったんで。2011年。最近のやつですね、新聞は、持ってきたのは。これも2011年か。何これ。カラオケ用8トラックテープ。古さやな。お、待って、これ。アップルでじゃないですか、これ。アップル。で、の、キーボード。どこから？え？あ、吊るしてあんのか。びっくりした。上になんか本体置いてんのかなと思った。本体の上で吊ってるみたいな感じかなと思ったんですけど。そうではなかったですね。
こっちは完全に行けそうにないな。あっちと繋がってるのか。そうか、そういうことか。まあ、お昼間はこんな感じですかね。はい。やっぱ落書きとかも多いですね、ここはやっぱり。だいぶ前に廃墟になったんじゃないですか、もしかすると。こんだけ落書きとかも多いと。こっち行ってきましょうか。こっち確か外やったと思うんですね。このゴツゴツとした岩、すごいな。こんなとこから来たんや。こんなとこに。車が割れるな、これは。でもすごいな、絶景。してない、いろんなもん、ゴミが。あそこからもね、階段上がれるそうですね。こっちは何もない、そうそう、なんで戻ります。いてて、いつ来たかな、ここ。いつ来たかな、覚えてないや。2年前。どうしてもね、歩くとね、やっぱり本体持ったままやとね、ブレるんですよ。これもね、少しだけでもいいんでね、手ブレ対策なればいいんですけども。ちょっと見ましょうか。あ、竜だ、竜。お、これなんか、これなんか違う見方からすれば、鉱山跡地みたいなね、見えていきますよね。すごいな、これ。落ちそう。よいしょ。なんかね、これトロッコの跡みたいなね、感じで連想させてしますけど、まあ普通の補強用の。こっちなんやろ。ちょうどね、実はちょうどまあ今が、今日の日にちがちょうど1ヶ月目なんですよ。実況キム飯あげてから。で、9段目なんで。ここはもう無理やな、さすがに。なんかすごいですね。岩をこう、岩とこう、なんか建物の融合みたいなね。ほんとに。こっちは崩壊してますね。ちょうどね、1ヶ月目なんで、なんかね、成果あげたいなとは思うんですけども、普通ですね。はい。至って普通です。特に、ここは問題なそうですね。はい。でもいいな。なんか、のんびりしたいな、ここで。よいしょ。よくわせ。顔汚れてんな。元からか。今日もね、仕事終わりで来ました。でも今日は休みもらったんで、まあ、ゆっくりできそうですね。もうちょっと先にね、行くとまた違う廃墟があるみたいなんで、一回行ったことあるんですけど、かやぶきの屋根が、こう、あるとこなんですけども、そこも同じ、うちゃやさんの廃墟なんですけども、そっちの方がまあ、イメージ的には、あ、すごいなって感じになるんじゃないですかね。ここはもう、建物がもうなくなって、下のね、地下の方しかないんで。まあ、殺風景っちゃ殺風景なんですけども。よっしゃ、そっち向こうか。でね、今日はね、まあ、もう一軒物件行ってから、お城巡りもね、ちょっとチャレンジしてみようかなと思いまして。はい。ちょっとね、新しいカテゴリーとして、お城観光へ行こうみたいなね、お城巡りに行こうみたいな、第一弾としてね、あげようかなと思ってます。はい。なんでもね、あげちゃおうと、いう感じはいてるんですけど。よいしょ、戻るか、じゃあ。まあね、大体はもう回れたかなと。お、
バイク好きにはたまらないグーバイク。昔は漁りましたね、原付の頃乗ってる時は。こっち行ってないな、こっち見ていくか。お、こっちお風呂ですか。あ、何だっけこれ、なんて言ったっけ、スティッチ、スティッチだな。ここお風呂ですね。あ、ここ来ておいてよかった。眺めは最高ですね、なんかこういうとこね。うん、宇治茶屋って言っときながら、なんか風呂もあったりとかね。泊まれたのかな、宇治茶寮っつっても。食べるとこだと思った思ったんですけど、だけやと思ったんですけど、うん、お風呂もあって、過去にね、ここも放火とかいろいろあって、ちょっとね、保存があまりできてないなって感じはしますけど、はい、初めてね、ここ来る人はお気をつけください。夜にね、来るとなると、ああいうところに落ちてしまうんで、さっきのところで。では、一旦終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。